太陽がゆっくりと地平線に沈んでいきます。海の上には濃い霧が立ち上り、10メートル以上先を見るのはかなり困難です。それでも遠くに巨大な骨組みが見えることに気づきました。船が近づくにつれて鼓動が早まります。どうやらこれは打ち捨てられた船のようです。幽霊船は実際に存在しますが、その謎は全て解決されているわけではありません。まずはジョイタ号の例を見ていきましょう。この船は1931年に豪華ヨットとして建造された木造船です。サモアの船員に買収され、商船になるまでの20年以上の間、さまざまな航海を行いました。ですが1955年、ジョイタ号はなぜか忽然と消えてしまったのです。10月3日、48時間以内に到着する予定で貿易航海に出航。航海の遅延は珍しくないため、予定通り10月5日に到着しなくても人々はあまり心配しませんでした。ですが次の日になっても現れなかったのです。ジョイタ号の出発点と到着点の間でも救難信号やジョイタ号の形跡に関する証拠は何も見つかっていません。捜索救助隊が船を発見するために派遣され、6日間、約25万9000平方キロメートルの広範囲を捜索しましたが、10月12日、何も発見できずに基地に戻ることになったのです。ジョイタ号は跡形もなく消息を絶ってしまったのです。行方不明になったジョイタ号を見つけたのはツバルという別の商船。わずか1ヶ月後に航路から遠く離れた航海を大きく傾斜して漂流していたのが発見されました。船員がジョイタ号に乗り込むと、乗組員と乗客の合計25名は船が輸送していた全ての貨物とともに行方不明になっていることが判明。無線機は海上遭難チャンネルに合わせられていたので、乗組員が助けを求めようとしていたことがわかります。ですが無線ケーブルが破損しており、通信範囲が 3.2 キロメートルに制限されていたため、誰にも連絡できなかったのです。救命ボートも行方不明で、乗船していた人々が船を離れたことを示唆しています。残念ながら航海日誌を持って行ってしまったようで、救助隊にも何が起こったのか分かりませんでした。今日でもジョイタ号の謎は解明されていません。乗組員と乗客の行方も、行方不明になった理由も完全に謎のままなのです。キャロル・ディアリング号は外洋での目撃例がなく、一般的な幽霊船とは異なります。岸辺で発見されましたが、座礁した経緯は謎に包まれたままなのです。キャロル・ディアリング号は1919年にメイン州で商業航海用の大型船として建造されました。残念なことに多額の費用がかかったのにもかかわらず、最後の航海まで1年間しか使われていませんでした。1920年7月19日、船は石炭の貨物を運ぶためにプエルトリコを出発し、ニューポート・ニューズ経由でリオデジャネイロへ航海中でした。しかし最終目的地まで約半分の地点で船長が重病にかかってしまいました。乗組員は船長と息子を降ろし、新しい船長と交代させるために引き返すことにしたのです。航海は何事もなく進んでいましたが、12月に補給のためにバルバドスに到着した時には、乗組員の間で不穏な空気が漂っていました。一等航海士が新しい船長に満足していなかったのです。しかしそのことに注意を払う人はいませんでした。キャロル・ディアリング号が海上で最後に目撃されたのは1921年1月28日のこと。ノースカロライナ州沖で灯台船によって目撃されています。通常乗組員の立ち入りが禁止されている船のクォーターデッキで騒ぎがあったようです。その後別の船によって目撃されましたが、甲板にはもう誰もいませんでした。1月31日、キャロル・ディアリング号は数世紀間にわたり数多くの難破船が発見されていることで有名なダイヤモンド・ショールズで座礁しているのを発見されました。捜索救助隊が船に乗り込むと、船は放棄されていて、丸太と乗組員の私物は2隻の救命艇とともに消えていました。氾濫が原因だというのが一般的な説ですが、1月にキャロル・ディアリング号の船上で何が起こっていたのかは謎のままです。今後も真実が判明することはないかもしれません。
ベイチモ号はおそらく歴史上最も有名な幽霊船の一つでしょう。この大型貨物船は1914年にスウェーデンで建造され、アラスカやカナダの先住民族と毛皮の取引を行いながら16年以上にわたって航海を続けました。ところが1931年10月1日、ベイチモ号は流氷に囲まれてしまったのです。最初のうちは数日で船を動かせそうだったので、少し待てば航路を進めると考えていました。ですが1週間も経たないうちに完全に流氷に囲まれ動けなくなってしまったのです。次の週には救助隊が派遣され、ベイチモ号に乗った22人の乗組員を救出しましたが、残りの15人は冬が終わるまで待ち、船を動かすために残ることになりました。でも1ヶ月後、強力な吹雪がキャンプを襲った際に、スイフたちがシェルターを出てみると船は行方不明になっていたのです。幸い数日後、地元のハンターからベイチモ号を発見したことを伝えられました。スイフたちが駐留していた場所から約 72km 離れた場所で発見したというのです。スイフたちはどうにか船を発見しましたが、冬を乗り越えられないと判断し、戦争から価値のある貨物を取り出し放棄することにしたのです。でも彼らは間違っていました。ベイチモ号は冬を乗り越え、そのままさまよい続けたのです。氷が溶けると、カナダとアラスカの海岸に沿って漂流し続けたのです。そして人々はこの幽霊船が外界を漂流したり、再び流氷に囲まれ動けなくなる様子を何度も目撃しています。船内に乗り込んで救助しようとしましたが、気象条件や装備不足のため失敗に終わっています。ベイチモ号は放棄されてから38年後の1969年にアラスカの原住民によって最後に目撃された後、行方不明のままです。オーラング・メダン号に関する話は20世紀で最も不可解で悲惨な幽霊船の物語の一つだとされています。そもそも実際に船が存在していたかどうかさえ誰にも分かっておらず、船舶の国際登録であるロイズシッピングにも記録されていません。そのため作り話であるか、怪しげな理由で正式に登録されなかった船舶であるのかさえ分かっていないのです。いずれにせよ、オーラングメダン号に関する説は様々ですが、インドネシア海域で未知の貨物を運んでいた際に近くの船が遭難信号を受信したという話が大半です。そして担当の乗務員が SOS のメッセージを聞いていますが、その内容は話によって異なっているのです。このメッセージは繰り返されず、オーラングメダン号の乗組員は折り返しの通信に応答しませんでした。遭難信号を受信した船が急いで救助に向かいましたが、翌日到着した際には船はわずかに傾斜しながら漂流していました。救助隊が船に乗り込むと生存者が誰もいないことが判明。でも救命艇が一隻見当たらなかったので、最低一人は脱出していたことが分かっています。船内の残りの人々に何が起こったのかは現在でも謎に包まれたままです。ですがこの話には確固たる証拠がないため、オーラングメダン号という船がそもそも実在し架空の船ではないのかどうか自体分かっていないのです。ゼブリナ号は1873年に南アメリカの河川貿易のために建造された3本マストの帆船です。40年以上にわたって活躍し、頑丈で信頼できる船であることが証明されています。その後にヨーロッパに移送され、様々な使命を果たし続けました。しかし1917年10月、定期航海に出航した数日後に船が座礁しているのが発見されたのです。不思議なことに船は完全に無傷でしたが、5人の乗組員全員と船長が行方不明になっていました。この日に起こったことに関する直接的な証拠や確固たる事実は発見されていません。最も説得力のある説は、水中爆発が原因で乗組員が甲板から落下し、船が乗組員なしで前進し続けたという説です。しかし他の事件と同じように、真実は未だに謎に包まれたままなのです。